波岡一喜君、彼も僕は俳優の和田雅子から紹介されました。大阪で初めて会いました。でその後ウーバーワールドのライブとかでちょこちょこあったりもしたんですけど、彼とも僕プライベートで多分女1回ぐらいしかないですね。まあライブの打ち上げとかでは何回かお会いしてますけど、だから彼に対してももちろん言ってはないですし、いい人としてしかイメージはないです。